ノースロンドンダービーは、イングランドの首都ロンドン北部をホームタウンとする二つのクラブ、アーセナル FC とトッテナムホットスパー FC の間で行われるサッカーのダービーマッチである。数あるダービーマッチの中でも歴史あるダービーの一つである。ジウベルトシューバとレドリー・キング。両者は、当時のアーセナルとトッテナムのゲームキャンプ店である。2007年4月21日に、 ホワイトハートレーンで行われたダービーは2から2の引き分けに終わった。アーセナルとトッテナムホットスパーが最初に対戦したのは1887年である。当時のアーセナルは本拠を現在のエミレーツスタジアムあるいはその前のハイベリーではなく南ロンドンのウーリ自治区に構えていた。両者の反目が始まったのは1913年。アーセナルはトッテナムの本拠地ホワイト ハートレーンからわずか 6km ほどのハイベリー地区にあるアーセナルスタジアムに本拠地を移した。これによって両クラブの間にライバル関係が発生。翌年に地元のライバルとして初対戦した。この時はアーセナルは2部所属であったにもかかわらず、一部所属のトッテナムにホワイトハートレーンで5から1で対勝している。 両者の対立が決定的なものとなったのは1919 19年。この年、一部リーグが20クラブに拡張されたことで、一部で最下位だったトッテナムは残留が可能なはずだった。ところが、FA の決定は、トッテナムの二部降格と二部で5位だったアーセナルの一部昇格という不可解なもので、この裏にはアーセナル経営陣の工作の存在が囁かれた。 ともかくこうしてアーセナルはトッテナムの不具体点の敵となったのである。トッテナムは翌シーズンの2部を難なく優勝してすぐさま1部に駆け戻ると早速アーセナルとの初対戦で2から1と勝利を収め恥をすすいだ。メディアを再生する2009から10シーズンのホワイトハートレーンでのダービーでトッテナムファンがソル・キャンベルに関するチャントを歌っている。キャンベルは二千一年に アーセナルに移籍したため、トッテナムファンのターゲットとなった。以降、1977から78シーズンを、除くほとんどのシーズンを、同じディビジョンで過ごし、対立を深めてきた両者だが、この対立にさらに油を注いだのが2001年のソル・ギャンベルの移籍騒動である。ソル・ギャンベルは、当時のトッテナムのキャプテンであったにもかかわらず、契約満了と同時に、アーセナルに移籍した。 この行為をトッテナムのサポーターは重大な裏切りと認識し、裏切り者と呼んでキャンベルを非難した。2003から04シーズンにアーセナルは無敗優勝を遂げたが、その優勝を決めた一戦はホワイトハートレーンでのノースロンドンダービーであった。この試合、アーセナルは引き分け以上で優勝することができ、試合はアーセナルが前半早々に2から0とリードした。後半になって、 トッテナムのジェイミー・レドナップが1点を返すと、試合終了直前に審判がトッテナムに PK を与え、これをロビー・キーインが決めて2から2の引き分けに持ち込んだ。審判はキーインがゴールを決めると同時に試合終了を宣言した。この時の PK は微妙な判定であったが、ホワイトハートレインでアーセナルがトッテナムを下して、無敗優勝を決めるというシチュエーションの危険さを、 審判が考慮して PK を与えたのではないかとも囁かれている。キャンベルは優勝決定の直後に控え室に消え、アーセナル選手陣による優勝アピールには加わらなかった。後にトッテナムにアーセナルから移籍したエマニュエル・アデバヨールにはアーセナルサポーターからの激しいブーイングが飛んだ。2009から10シーズンにマンチェスターシティに移籍したアデバヨールは同シーズンに アーセナルとの試合でゴールを決めた際、逆方向のゴール裏まで猛然とかけていって、アーセナルサポーターを挑発した。この試合で、アーセナルのロビン・ファン・ペルシの顔を踏みつけるなどした、アディバイオールは、トッテナムに移籍後の2011の12シーズンの、ノースロンドンダービーにて、サンティカ・ソルラに両足タックルしたことで一発、レッド退場となり、アーセナルサポーターからのきついブーイングを背に、 エミレーツ・スタジアムを後にした。2018年12月現在の戦績は以下の通りである。両クラブは共に6万人規模の最新鋭のスタジアムを持ち合わせる。両クラブ間の遺跡は禁断の遺跡扱いされることが多く、これまでの歴史でも両クラブに在籍した選手は少ない。この他、ハリー・ケインやジェイミー・オハラはアーセナルのユースに所属した後、 トッテナムのユースに所属し、トッテナムのトップチームでプレーした。他にも19世紀末20世紀初頭には両クラブ間で移籍した選手が複数いた。ありがとうございます。